おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回紹介していきます武器はこちらのサブマシンガン5つ目の武器 M1928 ですね。トンプソンシカゴタイプライター。こちらを紹介していきます。中程度の反動と高い連射速度を持つ自動 SMG ですね。という感じなんですけれどね、性能的には結構ね、このシュパーギンとバッフェットなんか重複してるかなというか、結構似たような性能かなという感じはするのですが、感覚的にはシュパーギンのこっちの方が近いかなという感じはしますね。装弾数は30発、拡張マガジンをつけると45発ですね。ドラムマガジンになります。撃つとこんな感じです。はい、結構右上っぽい感じの、まあなんかデタラメなというか、結構ばらつきある感じの反動ですね。では覗き込んでみます。はい、若干右上にぶれていくような感じがしますね。バッフェも右上にぶれていくような感じで、シュパーギンは結構まっすぐ縦にぶれていき行く傾向にあるのですが、まあ、若干右っぽい感じもするのですがね。あれも、まあ、これもあんまり変わらないような性能ですね。あ、結構遠距離で撃った場合は右上ですね。だいぶ右に反れていますね。あ、今撃った感覚だとそうでもないですね。結構ランダムなのかな、これは。一応、右スティックを左下に倒しながら撃つと、あ、こんな感じですね。ほんのわずかに今倒しながら撃ちました。もう、ほんと、このぐらいの感覚ですね。で、撃ったんですがね、まあ、だいぶ反動制御は、ちょっと難しいですが、頑張ればやれるのかな。結構グリップが必須かなという感じもしますが、それは個人差があるのかなという感じもしますね。そしてこの標準のアイアンサイトですね。これも個人差があるかなと感じました。見づらいという方もいれば、まあ別に大丈夫なんじゃないかなという方もいらっしゃるかと思います。私は、まあ普通かなという感じはしますが、レンズサイトとリフレックスサイトがありますので、どちらかをつけていくことをお勧めいたします。で、リロードはこんな感じですね。はい。弾が残っている状態でリロキャンするときは、このぐらいの速さですね。タイミングですね。マガジンを入れかけたときですね。こんな感じですね。まあ、リロキャンしなくても標準的というか結構早めなリロード速度かなと感じました。打ち切ったときは、こんな感じですね。ちょっとトントンみたいな感じで、マガジンを押し込むんですが、その動作が入りますので、リロキャンのタイミング的にはさっきよりも早めになっております、これ。こんな感じですね。マガジンを若干かませた時ですね。弾が残っている状態だとこのぐらいですが、打ち切った時はこのぐらいですね。もうちょっと早くできます。ハッスルをつけるとこんな感じです。めちゃめちゃ早いので、これも結構おすすめですね。打ち切った時はこんな感じですね。ハッスルはなかなか相性はいいですね。シュパーギンとバッフェの性能の間を取ったような銃ですね。それでは実際に使っていきましょう。はい、今回は FMJ とステディエイムですね。これで頑張っていきます。ステージ的にこれFMJ にしてきたのはぶっちゃけ間違いでございますな。壁貫通も一応できるのですが、薄い壁だと余裕でね、壁貫通できるんですがね、厚い壁だとやっぱ厳しいので、というか貫通しないので、厚い壁でも貫通できるようなこのアタッチメントできたのですが、あんまり壁に隠れることっていうのがこのステージないと思うんですよね。近いです。もうちょっと離れてください。危ない。
うわー、後ろにいたか。サプレッサーを使って、あ、てか同じ武器使ってるね。仲間がいるぞ。オッケー、倒す。投げる。リスポン。来た。オッケー。ちょちょちょ、危ないよ。リロード。で、ハッスルとの相性も良かったので、ちょっと迷ったんですが、今回スパイですね。オッケー。危ないと、すごく危ない。すごいチラってきたな、今。いやー、惜しいことするな、俺。同じ武器使ってんだけどね。なんだろう、先に撃ってるはずなんだけど、それ気のせいなのかな。おそらく幻覚だね、これ。俺の弾どっかに飛んでっちゃってるね。BB 弾使ってんのかな取られるやつね。やばいなー、弾がない。しかも取られる。オッケーオッケー、後ろから来てるな。上空に敵の偵察機、敵偵察機来たな。対偵察機までは行きたかったんだけど、出せ。ああ、怖い。危ない。よしぞ。対偵察機、オッケーじゃない。あ、倒したね。オッケーオッケー。ああ、やる、うまいな。はい、偵察機出したから偵察機を出します。で、偵察機出したからサプレッサーをつけてやっていきますよ。こっち側だな、戦うから。まさかこっち来るとは。あ、まずいな、近づいてこないね。当てたぞ。やばいね、これ。当てたからマップ見とけばよかった。しまったな。よいしょ。あんまり下手に当てるのも良くないですね、今回スパイですので。敵に塩を送るような真似をしてしまう。当てたら確実に倒していかないとね。外しましょう。来ると思った。タイミング悪いかなと思ったけど。それでも外す。オッケー。確実に出会った敵をキルしていきますよ。ほい。上空に敵の偵察機。うわ、敵偵察機来た。あー、盲点だった。全然見てなかった。よいしょ。いるよね、そこに。オッケー、隠れます。前から行くのかな。あーマジか。チャンスを棒に振ってるぞ、これ。いたな。マジか。反動制御ができてないぞ。待ってくれ、待ってくれ。あー、また撃っちゃった。あ、オッケーオッケー。体力減ってたね。うわっ、危ないぞ。おい、った。やっぱ攻めてこないか。オッケー、倒した。あー、やっと下手に撃たないで、無理と思ったらもう撃たないようにしようかな。上空に敵の偵察機。怖い。対偵察行った。じゃあ偵察機出して、対偵察機出して、前から来るかな。リロードできるかな。気づいてない、ラッキー。さてと、リロードして、サプレッサーつけて。やばい、爆撃来てる。危ない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 。危ねえ。前に、あ、いるけど、あー、すごい。戦闘機がやってくれたな。いるね。来るんじゃないか。偵察をちょっとぞ。救援物資来た。キャバケ取るよ。俺取っちゃうよ、そんなことしたら。あれ、向こうに行っちゃったかな。あら、向こうに行っちゃってるな、これ。うん、いない。いないな。ここまで来たぞ。あ、やっちゃうやつ。9発しかない。むず。よいしょ。いけないよね。難しいよね。あー、怖い。こっち狙われてる。危ねえ。中にいるか。あーっと、向こうに行ってる。オッケー。聞こえないか。お、なんか投げてきた。あぶねえ。ちょっと休みましょう。一休み、一休み。
下手くそか。うーっと危ない。許さん。あー、偵察機来てるな。あ、ちょっと、あー、いてて、自分で爆発しよう。バカじゃないのか俺は。上空に敵の偵察機。当てたから見え見えだよ。あー、嘘でしょ。あってくれ。オッケー。いないね。そっちか。あ、危ない。ふい。一応右スティックを今ね、左下に倒しながら撃っているんですがね、反動制御はまあなかなか難しいですよね。シュパーギン、うわーと同じような反動なんですけど、たまにバッフみたいにジャジャウマな感じでブレる時もありますので、その時は怖いです。よし、なんとかいきましたね、はい、ということで今回はトンプソンを使っていきました。ブロンズスターは今回取れましたね。やったぞ。あ、これ最初の辺か。ヘッドショットだったかな。ちょ、危なかったな。はい、ではサプライドロップいきましょう。レアドロップが2つあります。2つ開きまして、当たり来るかな。あ、なんかあるぞ。でもレアか、これ。エピックエピック、ペンギンの更新。あ、微妙だな。動いてるコーリングカードが欲しいんですね。お、来た。エピック、はあ、船長。服が当たりましたね。なんか、救命胴衣を着ているのか、これは。っていう感じでございますな。とりあえずね、サプライドロップが、これ3個開けましょうか。はい。15個にしましょう。わ、外れた。外れたね。はい。二つ重複した。お、ダメだ。じゃあラスト。まあ、一回当たりきてるから。あー、ダメだ。あー、ダメですね。全然ダメでした。はい。ということで、今回はトンプソンを使っていきましょう。あ、そうそう。機構ですね。のアメリカ軍トーカーって、あ、これが通常の色なんですね。で、これの、紺色で、あれなんだ、マイクか、あれ。あ、船長だからか。なるほど。あー、海軍かな。はい、ということで今回は M1928 トンプソン、シカゴタイプライダーですね、こちらを紹介していきました。また次回ですね、別の字を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあまたね。